こんにちは、衆議院議員の伊佐真一です。本日はこの国産初のコロナの飲み薬がついに実現しました、このゾコーバという薬について今日はお話したいと思います。私今厚生労働副大臣という立場でありますけれども、今日も、組織を離れて一議員としてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この、ゾコーバという薬なんですけど、これ今までコロナ対策の切り札って我々ずっと言ってたのは、もうワクチンと治療薬っていうのが大きな武器なんだということを言ってきました。で、ワクチンはもう皆さん、国民の皆さんの多くが4回目、中には5回目ワクチンを打っていただいて、だいぶ打っていただいた、そのワクチンの話をちょっと今日置いといて、今日この薬の話をしたいと思います。で、今までの薬っていうのは基礎疾患がある人、要は重症化リスクがある人が使える薬はあったんです。でも基礎疾患がない、例えば普通の健康な人が陽性になった時に、普通の人がこれが飲める薬がなかなかできなかったと、病院に行ってクリニックに行って、かかりつけ医さんに、ああこれ陽性ですねコロナと、じゃあ分かりました、じゃあ薬処方しときますよっつって、パッと薬処方してもらって飲んでっていう、こういう薬がなかったわけですよ。インフルエンザで言えばタミフルみたいな、でこういうものができれば対策も変わっていくんじゃないかという期待がずっとありました。で、そこで今回国産初でできたのが、重症化リスクなし、だからなしでも基礎疾患とかがなくっても、しかも軽症の段階から使える飲み薬というのができたっていうのが一つの大きな意義だと思います。で、もう一つは国産なので安定供給が期待されると、つまり海外から買うんだったら果たして日本の分売ってくれるかどうかって毎回これ交渉になってましたので、ここが重要なポイントかなというふうに思います。で、有効性と安全性、効くかどうか、安全かどうかという話ですけど、オミクロン株で大体特徴的な症状って5つあるというふうに言われています。で、倦怠感、だるさですね、発熱、熱っぽさ、鼻水、喉の痛み、咳と、で、こういうようなものにデータから効くということが分かりました。回復を1日早めるだけって聞いたんですけども、1日っていうのは意味あるんですかね。これね、よく言われるんですよ。データではこの回復が1日早まるっていうので、この1日をどう評価するかということだと思います。で、実はインフルエンザのタミフルだって1日短縮するだけなんですよ、実は一緒なんです。で、今回効果を見極める治験が非常にデータ集めるのが難しかった。なんでかというと、オミクロン株ってそもそも重症化する人少ないです。で、しかも皆さんワクチン打ってるので、より重症化しないと。で、軽症の人に効く薬を開発してるわけですけど、軽症の人って普通自然に治る場合が結構多いんですよね。そんな中でも有意な差が出てきたということです。で、これ抗ウイルス薬なので、ウイルスを減らす薬です。だからこれ、塩野義曰く、例えばこの薬を使った人とプラセボ群、偽薬を使った人と比較をすると、4日間投与した段階でウイルス量がマイナス60%から80%になったというふうに言われてます。で、今までの治療薬ってさっき申し上げたように、リスクがある人しか使えなかった。リスクがない人、基礎疾患ない人は、じゃああなた自宅療養ねとリスクないからと言われて自宅療養してると、同居人、例えば高齢者の方いらっしゃって、うつすっていう可能性もあったんです。でも、リスク、このウイルス自体を減らすっていうことで、家庭内感染を防ぐ効果も出てくるんではないかと言ってる専門家もいらっしゃいます。で、さらに、これ、重症化予防はね、まだわかりません。タミフルは、インフルエンザのタミフルは、重症化予防あるじゃないかって言われるんですけど、それは多分これからやと思います。タミフルだって最初承認された時は、1日短くなりますよ、軽症対応ですよっていうので薬事承認受けてるわけです。で、さっき言ったようにオミクロン株は重症化が多くない、有意な差見つけにくいので、まだ重症化予防確かめられないんですけど、これは今後蓄積を待たないといけないんじゃないかなというふうに思います。安全性、これ安全性について実は飲み合わせ、この薬と一緒に使わないでくださいという薬が36種類もあるんですよ。結構多いんです。慢性疾患の薬とかですね。だからこれはちゃんとお医者さんに処方してもらう必要があります。あと妊娠 の妊婦さんは使えません。妊娠の可能性がある方は飲めない。よく言われます、これ
女性は使えないじゃないかと、男性だけの薬じゃないかって言われるんですけど、いやそうでじゃなくて、あの妊娠中とか、あるいは妊娠している可能性がある人は使えないという話なんです。いずれにしても、まあ、安全性のことをこれはしっかりのお医者さんが処方していただいた上で使うことが大事だというふうに思います。飲み方、12歳以上が対象です。で、1日目に3錠飲んで5日目までずっと1錠ずつ飲み続けるということになります。で、発症から72時間以内に飲むことが大事です。72時間というのは3日以内ということだと思うんですけども、はい、3日以内に飲めるんですかね。これは流通をどうするかっていう話だと思います。例えばこれどこに置いてるかっていうと、特定の病院とか特定の薬局、その意味は今すでにある経口薬でパキロビッドっていうのがあります。で、このパキロビッドと飲み合わせがほぼ一緒なんですよ。だからこのパキロビッドを今まで処方した実績のあるところでまずやると。で、そのどこでどの薬局どの病院かっていうのはそれリスト全部公開しますので、で、例えばかかりつけ医に行って陽性になりました。そしたら病院からお医者さんから発送センターに発注して患者さんのもとに郵送されます。直接届きます。あるいは地域の薬局でもこれ在庫を持つことができるようにするので、地域の薬局からご自宅に配送するということになります。こういう形で72時間以内にしっかり届けたいというふうに思ってます。薬っていくらぐらいかかるんですか？無料です。無料ですか？これも無料です。はい。で、ちょっと僕言いたいのはここ、実現への壁。これって国産って今までもう散々議論して、我々ずっと議論したのは、なんで科学技術が進んだ日本で、医療がこんだけ進んだ日本で国産ができないんだと。これ安全保障上も問題じゃないかと、海外に依存してる。だからこれ国産の飲み薬を作るっていうのは公明党は本気で応援してきてて、ただいろんな乗り越えなきゃいけない壁があったんです。で、この壁について国会で論戦して、具体的に提案して政府の取り組みをいろいろ引き出してきました。で、例えば開発への支援、国産のワクチン治療薬を作ろうと思ったら当然かなりの投資がいります。で、この財政的な支援、これ塩抜きだけじゃありません。いろんな企業に対してやってきました。治験にかかる費用を補助すると。で、これも去年の2月も公明党の稲津議員もしっかりこれ本格的に議論、補助すべきだと言って、稲津議員が取り上げて総理から前向きな答弁引き出してここに繋がってるっていうのがあります。承認のハードル、これは緊急承認制度っていうのを作ったんです。去年コロナ禍でコロナの対応が必要な中で緊急で承認しなきゃいけない薬っていうものを認める制度を作りました。で、それ私がちょうど厚生労働部会長だったので、その法案の責任者で、その時に中身を党内でもいろいろ詰めて作った。で、それが初めて適用されたのが今回のこのゾコーバです。で、承認のハードルで、3つ目は国による買い取り。で、これは当然これ企業が投資しようと思ったら、一生懸命開発しようと思ったら、ある程度成功した時にはちゃんと国が買い取るって保証が必要なんです。で、これも公明党を訴えてきて、去年の9月には党として官房長官に対して提言を持ってった。だ、その時に官房長官から分かったと、抜かりなくやりますということを言っていただき、また今年の2月18日の予算委員会、これ私まだ副大臣になる前で、総理に私も質問させていただいて、総理からも承認を条件として必要量をちゃんとこれ確保しますと言ってくれました、テレビの中で。それで今現在承認がされて100万人分、日本の国民の分が確保されるということになって、壁を乗り越えてきたんだということで、最終的にはついに念願のこの国産の経口薬が実現したということです。今日はこの国産初の、承認されたゾコーバについて、ご説明をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。伊佐伸一チャンネルへの登録よろしくお願いいたします。またグッドボタンもお願いいたします。ありがとうございました。